楽天証券プレゼンス先取りマーケットレビューこんにちは石原淳ですリスナーの皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原淳さんです、はい、皆さんよろしくお願いします石原淳ですさて今日はお知らせから入りたいと思います、はい、こちら。<laughs> あの今日ね、えー、番組の中でもお話し,しますけど、えー、アノマリー投資ということでまあこの12月なかなかアノマリー投資がうまくいったんですけど、えー、それはともかくですね来年はどういう年になるんだという話をね今日お題でするんですけど相場には辻ちゃん癖があるんですね<癖>シーズナリーサイクルって言ってですねまああの何月上がりやすいとか下がりやすいとかあるいは来年は 大統領選挙の年、はい、の都市の株の動きも癖があるわけです。で、それをあらかじめ頭の中に入れて知っておくのと知らないのとではですね、まあ、投資のパフォーマンスにかなり差が出てくると。でね、これはファンドのなんか、資金受給がかなりこのサイクルには影響していると言われてるんですけど、まあそういうことをですね、今日は取り上げてみたいと思います、はい、そして、このラリー・ウィリアムズの投資アノマリーカレンダーは。 番組をお聞きの皆さんにプレゼント、はいあのー、抽選で十、うん、名様に、はい、えっとこれパンローリングさんがあの出してくださってですねあの非売品じゃなくてあの、はい、パンローリングでも売ってるんですけど、えー、楽天証券の番組をお聞きの皆様に十、えー、名様にプレゼント、はい、番組のえー、っとブログの、えー、応募フォームから。 あの応募ができるようになっていますので、のの方で申し込めるってことですよね。はい、えー、10名のリスナーの皆さんに抽選でプレゼントします。お申し込みは番組ホームページからお願いします。締め切りは12月18日ということでした。番組ブログ後ほど上がります。お待ちください。そしてですね、今、えー、今日は YouTube ライブ二人しか映っていないんですが、この時は、はい。 今中さんと同時に、はい、後で登場した <laughs> ことで番組前半は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さん、はい、後半は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストどしだまささんをお招きしたいと思いますそれでは YouTube ライブでも同時配信していますのでこちらでもお楽しみくださいそれでは番組進めていきたいと思います、はい、この番組は楽天証券の提供でお送りします 売買手数料0円で ETF をお取引するなら楽天証券で各国の主要経済指数国内外の株式に少額から投資できる ETF 楽天証券なら売買手数料0円でお取引できることご存知ですか楽天証券ならいつでも売買手数料0円で全84銘柄の ETF がお取引できるのです気になっていたあの指数や 資金が足りずに手が出なかったあの銘柄に投資をするチャンス。詳しくは手数料0円 ETF で検索してください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。 投資にかかる手数料等およびリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等およびリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社明日から役立つ。 注目銘柄。ここでは、現役、あ、失礼しました。<laughs> 明日から役立つ、注目銘柄。ここからは、楽天証券経済研究所、チーフアナリスト、今中康さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、半導体を取り巻く環境と、関連銘柄について伺いたいと思うんですけれども。はい、結構、明るい話が聞けるみたいですよ。そうですね。ソニーも今中さん。 まだまだいくと思います。まだまだですね。はい、であの今回のです、ねえー、日本企業の第2四半期の決算あ発表ですね、えー、半導体関連の決、えー、算で、えー、いろいろいい数字があ出てきたと思います。それから統計を見てもです、ねえー、いい数字があ出てきていると。 だいたいこういう時に統計が先行して出るものなんですけれども、YouTube ご覧になっていらっしゃる方はです、ね、この世界半導体出荷金額というグラフを見ていただきたいんですが、これが大体い,い,いわゆるシリコンサイクル、あるいは最近だと半導体サイクルともいいますけれども、このセクターのサイクルを示したものです。で前回のののブーームが2016年年月月にに底をを打ってピク た年半のブームでした前半がスマートフォンのブーム、そして後半がデータセンターのブームですね、これらがすべて半導体のロジック半導体、それからメモリーに結びついていった,いったということですで。データセンターの投資が少し滞ってしまって、市況が落ちて、出荷も落ちて、そこが2019年の4月だったんですが、そこをそことして今、急速に回復してきているということです。もうこのグラフ見ていただきますと 前回の回復のパターンともそっくりそのまま同じだということが分かりいただけると思います。で、今回のブームの中心は 5G です。第5世代移動通信ということになります。まあ、あのその次のグラフを見ていただきますと、まずロジック半導体から回復してきていると、これですね。来年9月の iPhone のに向けた生産ということもあるんですが、足元では 5G 用のスマートフォン これが中国で非常に人気であるということです、11月1日から中国で 5G のサービス、始まってますけども、予約だけで 5G 用のスマホが1000万台ということで、すねまだそう大した性能ではないんですが、やはり新しいものに積極的についていくと。 いいううここととなんだろうと思いますでこの 5G 用のチップセットがですね新しいチップセットが来年の早々出ます、そして中国スマホを中心にそれを載せたスマホが出ると。 いうことですね。iPhone は来年の秋しか対応しない、ね、そうですね。iPhone が来年の秋対応なんですが、うん、実はですね、えー、先週あったクアルコムのカンファレンスで、えー、クアルコムの社長を曰く、うん、iPhone への対応は最優先だと、うん、いうことですね。ですから非常に重視していると。そこから、それと、お次の iPhone は5ナノ半導体を搭載するということです。ですので、相当性能のいい 5G 対応スマホができるんじゃないかと。 いうことなんで。 えー、他のメーカーは今のうちにやはりシェアを取っとこうということなんで、猛烈な生産意欲、販売意欲を持っているということです。もちろん売れなきゃ意味がないんですけども、どうも中国し国内の指標を見てみますと、やっぱり売れてるということですね。そこがやはり今回のポイントかなというふうに思います。で、まあ、足元の半導体指標を見ますと、メモリーもだいたい大体王族を入れてると。メモリーの中身を見てみますと、次のグラフですが、DRAM と何度も 王族を入れたかなということです。で、指標を見てみるとですね、あの難動が、えー、指標がだいたい即打ちしたんですけど、まだ本格的にどんどん上がっていくという感じでではありません。 それから D ラムもまだちょっと下がり気味ということです。これはあのちょっと理由があってですね、あのパソコン不足がまた起きているということですね。うん、インテルが増産しているにもかかわらず、実需の方があ大きいということ。これに。それはセブンがなくなっちゃうからですそうです。セブンがなくなるんであの、中級、低級パソコンですね。 それがどうも足りなくなってきているということ、これがやはり半導体の需要が少し少なくなってきているということはあるんですが、その次の次のこの日本製北米製半導体製造装置の販売高という表を見ていただきますと、まあ、数字を見ていただくとですね、設備投資の大底が実は今年の1、3月だったということです。そこからゆるゆると回復してきて、実は北米製10月前年を上回っているということです。8ページ目 ね、そうですね、8ページ目ですね。で、これ、なんでかというと、ですねやはり今回のですね、築月期の決算発表、半導体関連の決算発表で一番重要だったのが、実は TSMC なんですよ、台湾にある世界最大の半導体受託生産業者。 でありますけれども、ここの決算発表で、ですね業績がいい、えー、それよりもですね設備投資を上乗せしますと、ここはあの年商100億ドルの設備投資やりますと、約1兆1000億,億の設備投資やりますと、うんで、それで7ナノだけではなくて、5ナノの初期のプラントをやりますということだったんですが。 この7七ノが、ね、5G スマホ用に注文がもう殺到してしまってラあのラインがパンパンになってしまっているとだからこれ増強しないといけません、それから5七ノもどうも予約はどんどん入ってきているということでこれも当初の計画よりも上乗せですということになって最終的に今期は150億ドル、1兆6千億やりますということですね、当初の計画に比べて5000万円千億円 え、上積みになってしまうと。で、来年減りませんと。来年多分プラスアルファ増えますと。 こういうふうにです、ねそのえー、世界最大の路軸の半導体の会社、ここが非常にその強気な設備投資計画を出している、要するに実需に基づいた計画を出しているということです、それからこれ実はまだ業界で半信半疑の人たち多いんですが、サムソンが10、12月期にメモリー投資を再開すると言っているんですね。韓国国内の工工場場それから中国にある型工場 のこれ、2つとも増強するというふうに言ってると、設備投資するということですね、これ、5G スマホが本格的に普及しますと、皆さん 4K の動画撮ってバンバンやり始めるということになりますと、当然、これはメモリー不足、メモリーの需要が増加する、<laughs> これが起きかねないということなんで、まあ、おそらくそれの先回りだろうということです。それから先ほどど申しましまたけどインテルの の不足がなかなか解消されないということになりますと、来年もインテルの設備投資、おそらく高水準かなということです。こういったそのハイエンドのロジック、半導体の動きというのはです、ね、これもメモリに直接関わってきますので、来年、再来年等を半導体設備投資、結構いい状況になっていくんではないかということであります。結局のところ、この9ページ見ていただきますと、すべてはこの世界のスマートフォンの出荷台数 ですね、これが 5G によって、えー、持ち上げられていくということです、今、大体世界の,ハンドあのスマートフォンの出荷台数、14億台、えー、年間であるんですけれども、えー、来年、予想では1億6000万台ぐらいかなと、5G、ね、のスマホ、これがです、ね、実は今、2億台から3億台じゃないかというふうに言われています。 急速に 4G が 5G に展開していて、かつ台数も増えていくと。おそらくこの14億くらいが横ばいで済まずに、15ないし16、そのくらいの勢いというのが期待していいかなということですね。あの、ちなみに、OPPO とかビーボのような大手の中でも下の方の え、スマホメーカーの年間販売台数が1億数千万台ですんで、例えばこの14億台がですね、5%から10%増えますと、そういう、あの、純大手クラスのスマートフォンメーカーが1社誕生するぐらいの勢いがありますんで、ここは半導体だけではなくて、例えば電子部品メーカー、 ですね、これも恩恵を受けるというふうに考えておいていいかなと思います、それからもう1つ、ですねこの10ページあの、iPhone のカメラの話ですね、うんえー、こういうふうにその CPU がどんどん強力なものになっていて、5G になっていくということになりますと、当然皆さん、4件で動画を撮ると、そうするとやっぱりカメラスマホのカメラ、いいものが欲しいということですね、ですねスマホのカメラ、これから良くなると。 いうことです実際にこれ、あのチップセットの中に組み込まれている AI で、今、最大1億画素のイメージセンサー操作できるようになっています。ここはもうやっぱりソニー それからアクチュエーターでいうと、あル電気ですね。やはりまずソニー。これ、あの、第三、この四九月期ですね、あの、日本の半導体メーカーとしては、実はソニーがトップになってるんですよ。成長。かなり画質上がるんですか画質り上がりますね。<ー>画質非常に上がります。そうすると乗り換え需要はありますよね。あ,ありますね。あの、結局ですね、 あの今の,そのスマートフォンの、あの今年スマートフォン、正直言って良くなかったんですけども、あの買い替えサイクルが大体3年から4年ぐらいです。おそらくです、ね、今回 5G になると2、3年にこれが縮小するかなと。 いうことですね、そうすると、やはり、えー、スマホもよく売れるし、その中の半導体、電子部品もおよく売れるんじゃないかということであります。まあ、ということでですね、ちょっと飛び飛びになって、この文章を書いているやつを見ていただくとですね、えー、半導体製造装置メーカーだけでなくて、えー、ソニーを半導体メーカーとして評価してみたいなということです。まあ、ということで、一番最後のページでありますけども、 えー、いつも申し上げている、レーザーテックスクリーンホールディングスアドバンテストトークエレクトのディスコ。これまだまだいけるんじゃないかなと。まあ、あの、最近さすがにですね、株価上がってきたんで、いろいろ反対意見も出てきているようではあるんですけども、大きな流れとするとですね、あの、過去最大のブーム、また、今まさに始まったところだろうと。 思いますんでやはり業績ということを考えますと、この5社ですね、やはりあの外せないかなというふうに思います、それからソニーを半導体メーカーとして評価する、これちょっとあの考えてみていいんではないかなというふうに考えておるところです CMOS センサーですね、イメージセンサーです。 あの品質的には画質では世界最高です。とにかく世界最高な最高先ほど石原さんがどれぐらい画素が良くなるのかっていう話があったんですけど、ね、最近カメラちょっともらったり、あのまあかなりあの綺麗な画質のを見てるんですけど、も、ま、う、あ、かなり変わるわけですよね。えとアイフォンがですね今、えー、今回のアイフォン11が1200万画素ですね。え、うん、これがフロント等と、えー、リアル。ル 両方そうです。三つ目のカメラのやつですね。で、これがですね、いずれは、例えば、二千四百万画素とか、四千八百万画素。あの、今の高級カメラ並みには、2> 2<倍>えー、これなんでかというとですね。 5G のチップセットでフルスペックが出るのが2022年だと言われています,す、フルスペックは2022年だフルスペックというのは、送受信で、えー、送双方向、同期が取れているそうですね、うん、送受信の高速化、それから同時多接続、うん、それから低遅延ですね、うんえー、全部スペックを備えたものが出るのが2022年で、えー、そこからさらにそれがどんどんグレードアップしていくだろうと。えー、そうなりますとですね、えー、当然これ4 4K から次の段階で 8K の動画が撮れるようになると <8 K? S 2>、うん、そうするとやっぱりカメラはいいものが皆さん欲しいわけですよ、うん、そうするともういよいよ本格的にカメラのグレードアップが始まるということですね。カカメラメラーカーはどうなんですか だメだめだ。<laughs> 本当ですよね。いら、うん、ないじゃないですか。そこまで行っちゃったら。まあ、まあ、ご自分でお,お考えになんですかな <laughs> <laughs>。ええ、ええ、よくわかりません、ね。<laughs> どういうことですか。いや、私はね、今中さんの忠告を破って、来年の秋まで、あの、スマホを買うなっていう話だったんですけど。今度アメリカで買っちゃったの。あ,うん、あ、そうなんですか、ね。 あのー、なんでかっつったら、まあ、ちょっとこれ、あのー、ちょっとバリバリに生まれちゃって直さないといけないんですけど、あのー、シャッターオンがしないから向こうで買うと。え日本だけでしょっガテガテガチガテうるさい。 そうかカメラは大変ですね。カメラはそうですよね。<laughs> えー、本当ですね。スマホで一家ってなっちゃいますもんね。みんなえー、あの当然ですね。あのアンドロイドスマホでそのファイブジー対応をやってるメーカーが最大一億画素を出し始めてるんですね。ファーウェイとかそういったところです。うんうん、あのサムスン、サムスン、アップとかビーボとかそのクラスがやはりそのアピールする一つのポイントですね。えー、それから最新のチップセットで一億がその コントロールができる AI をすでに搭載しているということなので、相当なものにこれからなっていくとえ考えておいていいだろうと思いますこの画質の面は、一つのやはりえスマートフォンの,その差別化のポイントになっていくと、カメラですね、考えておいていいかなというふうに思いますそうすると、こういうねえっと今中さんの推奨する銘柄を買って、カメラ屋を売るっていうのはだめなんだ。 <laughs> えカメラ屋さんすでに業績ガタガタになってるんですよニコンとかキャノンのカメラです、ね、ん医,医療系に力入れてますよねそっちの方に行くしかないよね、はい、なるほどはい。よくわかりましたありがとうございます岩、はいはい、中さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました貸し株サービスってご存知ですか 貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率1%以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、 株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸し株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。 投資にかかる手数料等およびリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等およびリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社石原淳子 相場の肝ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんそして楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの吉田正幸さんにこれからの相場の肝について伺っていきますよろししくお願いしますさて石原さん今日はですね、はい、来年の相場はどうなるう大統領選挙相場のアノマリー。 来年の相場なんかわからないんですけど、メイ、はいね、しこの時期になるとみんなが来年どうだどうだって聞いてくるわけですよ。はい、そうですね。やっぱこの時期すっごく依頼が多いですね。で、まあ来年の話って言ったって今の相場見て1年なんか行ってるような感じなのが多いんですけど、まあそうじゃなくて今日はね、あのー、せっかくあのラリーのアノマリーカレンダープレゼントということでね、これはシーズナリーサイクルなんですけど、相場には皆さんそのーシーズナリー、 例えば日経平均は歴史的にこういう動きすると、過去20年間こういう動きになってますというのと別に、アメリカにはすごい癖があってね、皆さん、大統領選挙。うん、大統領選挙年サイクルとか、あるいはその前年のサイクルとかね、中,中間選挙年サイクルとか、いろんなサイクルがあるわけです。でまずは、 え皆さんにですね、えー、この大統領選挙年前年のニューヨーヨクド代のシーズナリーチャートと今年のことです、これ。はい、来年選挙ですから。これ見てるとね、辻ちゃん。はい、これすごい年なんです、今年は。えっと、下に出てるこのアベレージとかいったオレンジ色のが平均的な過去のニューヨーヨクド代のシーズナリーサイクルなんですよ。で、この皆さんね、まあ、YouTube 見てる人はあの、 左側のメモリー見てくださいよ。これ年間すごく上がる年なんですよ。大統領選挙の前年は。で、この青いのがね、その前年の、まあ今年のサイクルなんですけど、まさに今年はアノマリー通り、ニューヨークダウがよく上がったと。で、今まあ、えー、っと、この12月になって、まあちょっと足踏みしてますけど、これ見てるとまだ当日の <laughs> 何とかがありそうな気配だと。で、問題はもう終わったことはどうでもいいと。 これね、毎年同じですから、えー、っと、全部、あの4年間のサイクル、今日全部持ってきてるんで、次にじゃあ、来年のサイクル見てもらうと、これは、どしどうですから、大統領選挙年サイクルは。これ見てると、平均より、著しく悪いと。そうですね、特に、な春先から夏場にかけて。うん、<さ>で、これ、1年が半年、どし棒に振ってるじゃん、もう。はい これ見てると、勝かかての動き見てると。で、なんだか知らないけど、まあ7月の終わりぐらいからちょっと上げて、また下がってですよ。結局あ上がるのは大統領選挙終わってからちょっと年末に行く中ちゅうくらいで、なんか、あんまり期待が。そうですよね。まあ大体多分これ、大統領選挙のスケジュール感と一致してるのかなっていう、ありますよね。まあ大体こう3月に1回こうスーパージューズでまあ候補者が絞られて。 でその後、例えば7月の終わり頃に民主党の候補が決まって、うんうん、で8月の終わり頃に共和党の候補が決まって、うんうん、で9月に入ってからまあ10月にかけて、テレビ討論会とかやって、<う>じゃあ、この人が大統領になったら政策どうなるところを織り込み始めていくっていうところかすると、やっぱりこう、うなんですかね、こうちょうどこう谷間のシーズンなので、パフォーマンスが悪いのかな,ってなねいや、だから一つは今、ドッシゲって3月にトランプとしてはピークを持っていきたいと。あとは選挙前に上げときたいと。 その2つなんですよ。だから、そこのところ、トランプっていうのはそういうふうに動きますから、それが実現するかどうかは別ですよ。そういうふうにしないと支持率は上がりませんから、皆さんよくそこのところをね、えー、考えて投資されるといいんじゃないかと思います。で、えー、次はまああのー、大統領選挙ってい4年に1回なんで、それ以外の年も参考までにみ見ておきますと、選挙の翌年。 だからこれは来年、再来年はこうなるっちゅう。もうあの、来年どころか再来年のあの見通しまでやっちゃってるんですけど、これはまあ大体平均通りの動きですよね。このオレンジのアベレージとそんな変わらなくて、ただ、その、今年の大統領選挙前年みたいな年と違ってね、横のパーセンテージ見ると、上が7%とか8%とかね。まあ、あの、そんなもんなんですよ。で、 意外とまあ、あの、来年の大統領選挙の時は、まあ、前、年前半横ばいで年末高みたいなイメージなんですけど、これで、ね、どうしもう一つは中間選挙、次の。はい、資料の4ページ。これもなんかさえないでしょう、つちゃん。はい、なんか3月、4月ぐらいで、まあ、ちょっと上げる場面あるんだけど、<laughs> <laughs> あとは10月から上がると。で、その他の時期はほとんど、 まあ動体反応がないみたいなねえー、ことになってるわけです。でこれはまあこの通り確実に動くわけじゃないですけど、えー、この選挙年サイクルっの皆さんその株式投資をする上では必ず見とかないと抑えとかないといけないというポイントなんですね。そうななんんですねなんか今あの 最新の世論調査ではバイデンさんがちょっとバイデンを抜い,てい<か>、えっとてて、うん、ウォーレンが3位に落ちて、2位が3だすか、まあ、まだどうなるか分かりませんけど、まあ、その前にウォーレンが上がりすぎて、であの人、いろんなこと言ってたんだけど、あんたは予算どこ,どこから持ってくるんですかって言われて、ちょっとうんぬんなってるんですけど、まあ、まだ見てみないと分かんないけど、おおむねね、まあ、今、弾劾とかいろんな問題が出てるんだけど、どうしどうもうしトランプが勝つということで。 市場は見てるわけでしょそうですね、マーッで動きを見てると、まあ、トランプ氏続投みたいな感じですね。ね、うん、株上がるシナリオは全部トランプじゃないですか、はい、で民主党の誰が出てきてもあんまよくないみたいな話で、まあ、だから私もトランプ勝つと思ってるんですけど、まあ、だからそのリスクとしては、ウォーレンがまた息を吹き返してきたら、まあ、ちょっと相場的には嫌だなということですよね。はい ということで、はい、もう1分ぐらいあるんですけど、ね、<laughs> 微妙な時間が残ってしまので<ー>どうしようって考え込んじゃった。シーズがいっていうのはね、本当馬鹿にできないっていうのは、はい、じゃあね、ちょっと為替の話しときますと、はい、この12月に私はニュージーランドドルを、えー、タイドルもタイ円もニュージーランド買ったんです。で、それはね、皆さんこの資料の5ページのニュージーランドのチャート見ると、ぐっちゃぐ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 ちゃ、電缶動いてるんだけど、12月だけ異常に高い。 これ過去20年の。で、11月の感謝祭ラリーぐらいから上がっていくんですよ。わーっと。で、12月もう一発来ると。で、それで、それでは私は買わないんですよ。皆さん相場に乗らない。次のページのニュージーランドドル円これ楽天証券の FX の MT4 の方のチャートなんですけどね。楽天 MT4 の、えー、私のインディケーターをまあそれにプロットしたものなんですけど。 この標準偏差と ADX があってチャートが赤色になって下のサイドバーも赤くなってるとここでエントリーするんです、はい、で今、まあ、直近目先はちょっとやや下手ってきてトレンドがなくなりかけてますけど、まあ、そういうふうにシーズナリーを使ってと、ね、いつものこれは確率的にね12月上がりそうだって話になったら倍とか3倍のポジションを取ると、まあ、強弱感つけてる まああのストップロス入れますけどね、はい、まあうまくいったら儲かるという話ですね、はいはい、シーズナルチャートとテクニカルを合わせてというところでした、はい、石原さんどしださん今日もどうもありがとうございましたどうもありがとうございました続きは YouTube ライブ延長配信でお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました 引き続き YouTube ライブ限定配信をお送りしていきたいと思います、はい、石原淳さん、どしだまささんよろしくお願いします,しします弁明から入りますか <laughs> す <laughs> 石原さん <laughs> シャッターオンしないスマホ何に使うんですか <laughs> いいですじ <laughs> ちゃんを撮るのが <laughs> んなの女の子さん私は、ね、あの例えばブルームバーグとかいろんな記事を読んでるでしょ電車の中の移動時間もったいないんで そういう記事の検索とか、まああの、それに使ってんですよ。そうすると記事が出てくるとそれをねもう URL 保存とかそんなにしないでカメラで撮っちゃうの記事そのものをかります、はい、とそれやるとこうやってカチャッて音がするので電車の中でカチャカチャやってると <laughs> 周りの人がなんかバタ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 撮ってて <laughs> 何を撮ってるんだみたいな話になるじゃないですか。だから その盗撮とかそういう防止のために日本はこれあえてこんなでかい音入れてんですよ。はい、だけどなんか嫌じゃないですか。<laughs> だからあの海外の iPhone を買うとですよ。音がしないと。うるさくないと。<laughs> はいはい 別にそれ以上対イはございませんので、<laughs> 本当に。では、そばの話に戻りましょうか。<laughs> さて、したさんに伺おうかなと思うんですけれども、はい、先週実は質問でも来ていたんですが、日本はジャスダックが14年と今日も,、ね、今日も上昇して14年とですね。うん、で、直近でいくと9月にも。 14年としてるので。要するに小型が調子いいってことですよねそうですね。であれば、マザーズももっと上がっていいはずなんですけど、じゃあなんでこう、ジャスタックが強いのかっていうところですよね。いくつか理由あると思うんですね。うん、まあ一つはこう、ジャスタック市場に上場している銘柄の質っていうところですね。うん、いいまあ例えば、あの、最近にぎわっているのはワークマンですとか、あとはまあマクドナルド。 大型のワークマンの功績でかいよねそういうふうにこう割とこう、まあ、車歴も長いような企業が上場してるのとあとはまあここ直近でいくと、まあ、日本一ソフトウェアっていうところですねゲーム会社なんですけど、うん、いやドっシーさん思い出したんだけど、はい、ワークマンで、はい、この冬になって前土井さんが言ってたんだけどこたつみたいになんかあのファンと逆のなんか,かなそういうのが売ってるらしいんだけど<や>見たことある ああのないんですよ。<laughs> <laughs> 一回今度ドッシーに買ってきて来てみてもらおうと放送中は暑くてたまらんでよ <laughs> <laughs> ああ。そういったあの視任性もありますしかといって直近でにぎわうような銘柄ですよね、うん、日本ソフトウェアゲームの会社でいわゆるこうディスガイアっていうですね回、まあ、戦機ディスガイアっていう人気ゲームがあって実はちょっと不具合があって配信してなかったんですねそれが11月から復活したんですけども。あのーうん 非常にですね、ダウンロード数のランキングにも上位にくくように、あうまあ急激にこうにぎわっちゃったりですとか、要はその活気がある企業と、あとはいわゆる新偽の企業が混在しているっていうところはまず1点ですね活気のある企業と新偽が混在してる、ね、うですね。はいなので、比較的大型と中古型というものが混在しているので、逆に言うとこう、いい意味でこの時期バランスがいいという見方がされやすいというのが1点と、うん、あともう一つは先物ですね。すいわゆるこう 日経平均トピックスマザーズで先物があるんですけど、うん、ジャスタック先物ってないんですよ。 となってくると、まあ、この時期、ちょっと今、日経平均がずっとこう米中どうなるんだってことで、もみ合ってるじゃないですか。となってくると、まあ、相場が崩れるわけでもないけど、上にをいるわけでもないと。なるほどとなってくると、今日なんか手がけられるもないか。となってくると、消去法的にですねジャスサックが浮上してくるわけですか、ね、だからもう、材料株目がけて、みんな今、そこ行ってるんだ。はい、でまあいわゆるこう先物の,の需給っていうのも気にする必要がないので、となってくると、結果的に変わり続けて、トレンドを形成しやすいといった特徴があると。あ<ー>まあそれでジャスサックがまあ非常に調子よく見えてるのかなと。 ただあの、まあ、ジャスタックの値動き見ていくと、8月の下旬に底を打って、ずっとこう目立った調整なく上がり続けてるんですね、うん、今日ちょっとチャート用意してないんですけども、うん、で日経平均は上げてちょっと調整あって、また上げてみたいな、で今、もみ合いみたいな状況なんですけども、まあ、昨年の10月の高値から12月の安値、うん、この下げ幅ですね、うん、どれくらい戻したのかって、パーセンテージで見ていくと、多分ジャスタックの戻り、うん 率と日経平均の戻り率ってあんまり変わってないんですよ。うん、なので、まあ、最初の頃はジャスダックってのは、出遅れで変わり続けてきたと。うん、で、中身を見始めて変わり続けてきたと。うん、まあ、ちょっとこう理由が異なりながら、継続的に上がってきた。まあ、そういった側面がジャスダックにはあるのかなというふうに思います。うん、ありがとうございます。はい、突然質問しな、しながらも。<laughs> さて、石原さん、はい、お話戻りまして、まあ、このね、だからラリーのちょっとカレンダーを見てほしいんですけど、はいはい、これね、まあ、あんまり中身を、あのー、見せてもらうと困るという話なんですけどね、えっとね、われわれがどういうふうに投資を皆さんやってるかというと、これね、皆さん、日本市場とアメリカ市場に特化したカレンダー、あ都しも一部持って,てこれであ,あ,あのね <laughs> え何日にも過去何年っいうデータをやって営業日が出てるわけですよ。何日に上げて何日に下がったっいうデータがかなりのまあ,あのその確率でこう上げやすい下げやすい日っていうのはもうずっと全部出てる。そうすると下げた日のクローズで買って次の日の寄りで売るとかそういうまあ一種の確率ゲームだよね。そういうこともできるわけですよ。でまあその週の 当然ね過去、えー、と11年間の勝敗パーセンテージが出ててで大体ね五分五分みたいな月はやっても超半ば口になっちゃうんですよ。であとはねラリーさんの金言が出てましてですね、えー、これとついちゃん何が書いてあるこれ,これ読んじゃっていいんですか トレーダーは間違いに対処できるものであり、また自分自身を守る必要がある。欲望に駆られて限界までかけるのは対処不能に導く大きな間違いである。うん。要するにね、欲望に絡めて相場の最後までついていくなった腹八分目でね。まあ、この人は常にあの、リスク管理を。一万何千パーセント回してリスク管理もそうもあるのかという話なんですけど、<laughs> ちゃんとリスク管理をやらなきゃいけないということをですね。 歌ってるわけですね。ら、はい、まあそのラリーのその投資カレンダーを使って私はねそれで投資はしないんですそこでそのカレンダー通りあのテクニカルが合致したそこで攻める中ち戦法を取ってるわけですねでえー、っとこのラリーのあれでちょっと何が書いてあるかっていうのをもうちょっと説明しておきますと資料の8ページえー、これはね まあ、ここに書いてるんですけど、サイクルを知り、経済指標を確認すれば、おのずと日々のポイントが分かると。で、まあ、月間ごとの勝率、えー、シーズナリー,んー、シーズナルパターンを完全に網羅と。まあ、さっきから見せてるようなもので、日米のトレンド性を排除したバイアス傾向を紹介とかね。まあ、あの、いろんなのが載ってるわけですけど、結局ね、こういうのはね、あの個別に探そうと思うと、 ネットで取れないことはないんですけど、めんどくさいんですよ。4つも1つもいろんなとこ行って。と、やらなくなっちゃうもん、めんどくさいと人間って。はい、1>, 1冊これがあると、パッと見たらわかるわけですから、えー、非常に便利だと。で、まあ、このアノマリーっていうのはね、私も、あのー、楽天さんのトーシルさんのレポートでも、だいぶ前に、えー、何回も書いたことあるんですけど、えー、株の黄金の半年間っていうのは、 10月末に買って、翌年4月末に売るのがいいと。まあ、これは鉄板のアノマリーと呼ばれてるんですが、必ずその通りになるわけじゃないですよ、皆さん。確率論的には非常にそれがいいということでですね。まあ、そういうものをはじめとしたアノマリーがですね、わかると。で、次の資料の9ページ。これ、まあ、どんな内容が書いてあるかっついうのは、あの、YouTube に、ラリー・ウィリアムズの投資アノマリーカレンダー2020ってどんな内容と。 いう動画が上がってますんで、まあ、それを参考にしてくださいと。であとはですね、あの、えー、資料10ページになりますけど、まあ、S q だとか何だとか、あの、イベントですね。あと注意しなきゃいけないのは。まあ、それも全部、あの、書いてましてですね、えー、相場の癖を読み取るには、一冊あると、すごい便利だということになっております。はい。はい まま続きはあいや問題だから来年どうなるかってあのドッシーにちょっと聞こうと思っても持ってきたんですけど私がねうん、まあ、さっき今中さん半導体はすごい景気っていう話をしてたんですけどこれドッシーその IMF のですね世界経済見通し見てたらもう下方修正の連発じゃないですか。そうでですね、うんで 一体どうなるのかなと思って、えー、っと、これ5回連続下方修正してるんですよ。で、その中で、今、まあ、隠れ QE でね、また今度ね、年末に、さらに新たな隠れ QE をやるんじゃないかって、今日ブルンバームに出てましたけど、まあ、じゃぶじゃぶの中、金余りで、これ、売れませんよね。あのー、ばんばん金ばらまいてると。で、とりあえず、トレジャリービルを来年の6月まで、どんどん買うんで、 まあ下がりにくいですよね。かといってそこまで上がるのかどうかわからないわけですよ。景気はだんだん下がってるわけですから。でね、その中で、今これ前も番組で説明したことあるんですけど、これはね、ニューヨークダウンのついちゃう、月足。はい。1>, 1本がロウソク足、1本が1ヶ月の重いですよ。月足のね、この私の順張りの、えー、システムである、小順偏差ボラテリティトレードモデル見ると、 えー、上のですね、14ヶ月の ADX という指標、赤いライン。で、26ヶ月の標準偏差ボラティリティ、これ、青いライン。両方とも今、下がっとるんです。下がっとるってことは、トレンドがないと。調整期間なんですね。実際のチャートはじわっと上げてるんですけど、その前に強い買いトレンドが一旦ピークアウト終わってですね、今、ぐちゃぐちゃしてると。で、私が狙ってんのが、次、これが、標準偏差と ADX が。 一緒に上に上がった時に相場がつちゃん上行くのか下行くのかそれに離れた方につくと私は言ってるんです。で別にあの、えー、あんまりその決め打ち的な様子は何もしてないんですけどで次は日経これもねなんかどっしり見てると上をやりたがってるような感じに見えるんだけど、はい、まあちょっとまだはっきりしない 上のね、私のあのー、サイドバーが網目になってるんで、これが L という灰色のマークがつかないと、これ、買いにはまあ、はっきりならないんですけど、ちょっとまあ、三角持ち、持ち合いっぽい中の今、上に来たわけで、どうしてレポート書いてたと思うけどさ、はい、どっち行くのかと。で、これ、上抜けていくんですかそうですね、マーケット上に来たがってる雰囲気はあるんですよ。で、<ー>実はこれ、サイクルが、 ないサイクルっていうふうにちょっと個人的には思ってまして、はい、実際このサ原さんのサイクルがないサイクルはどういうことですか <laughs> 変な言い方しちゃったんですけど、<laughs> 要は実際にこの今12ページのこのチャートを見ていくと、一旦こう買いのトレンドが終わってしまって、今実は売れの局面なんですよね。だから売れの局面であればもうちょっと下がってると、本来であれば下がったとこ拾って次の上昇を待ちたいところなんですけども、うん こう下がらないんですよ、標準偏差とかは。下落トレンドを示しているのに、株価自体は下げてないっていうところが。逆にこう下げる局面で、下げてないからこそ、動きづらくなっちゃってる。で、サイクルを見失っちゃうみたいな、ね。ああ、押し目も買わせてもらえないんだよね、今。いや、それはだから、日銀の影響でしょ金融緩和ですよね。まあ、実はこの標準偏差じゃなくても、平均足とマック D で見ても同じような。 冷やしだと下落トレンドなのに株価は下がってないっていうところですね。すねなので,で次上がった時ですね素直にサイに従って買っていいのかどうかっていうちょっと不安じみなところなんですけども <laughs> いや下がる時下がってたらヘルシーコレクションっつって健全な推しを入れてから下値確かめて踏みしめて上がっていくわけだから乗りやすいんだけど、はい、調整すべき時に調整してない相場っちいうのはなんか気味が悪いですよね。 そうですねもうこれを割り切ってもう抜けたらとにかくその方向についていくっていうふうにプを置いて,ついていくと。はい、でねまあもう一つはちょっと株から離れてまあ日経平均にも関係するんですけどドル円これがまあ動かないということも今日経がねそんな下げない大きな理由だと思うんだけど、うん、もうこれあの4年にわたる揉み合いでですね、えー、ほとんどトレンドが出ないと。でも あ、これ間違ってるな。これ、んこれ合ってんのか。これドル円の突き足ですけど、これはね、あのー、三角持ち合いが上下に引けるんですよ、線が。ピターっと。これね、まあ次、あのー、ロングのシグナルが出るか、売りか、出るか分かりませんけど、とにかくこの三角持ち合い的な動きを出してくれないことには、 ね、ど,うしどっち行くのか分かんないじゃないですかこんなチャート見ててもだからいずれしてもただ今3つのチャート全てが調整はかなり進んでるだから次のトレンドを待ちたいなというのが今の私の雑酷なんですけどね。ファンンンダメンタルズ的にもイベント待ちで テクニカル的にもちょっと今動けないよファンダメンタルドドが言うよりもトランプの政治的事情ですよね <laughs> 事情。ファンダメンタルも飛んじゃってるじゃないですか、はい まあだから今の相場は政治で動いているということなんですね。はい、ありがとうございます。そして今、お二人がお話ししているときに番組のブログを確認したんですが、はい、応募フォームができていますので、ラリー・ウィリアムズ投資アノマリーカレンダー、10名のリスナーの方に抽選でプレゼントしたいと思いますので、えー、番組ブログの応募フォームからご応募ください。来週の水曜日までとなっていますので、ご応募ください。 ではここまで石原さん、どしださんどうも、はい、ありがとうございました,ました来週もご覧ください